あるところに小さな夢がありました。誰が見たのかわからない。それは本当に小さな夢でした。小さな夢は思いました。このまま消えていくのは嫌だ。どうすれば人に僕を見てもらえるだろう。小さな夢は考えて考えて、そしてついに思いつきました。人間を自分の中に迷い込ませて世界を作らせればな。一番目アリスは勇ましく、剣を片手に不思議の国、いろんなものを切り捨てて真っ赤な道を敷いていた。そんなアリスは森の奥、罪人のように閉じ込められて、森にできた道がいに彼女の誠意を知る術はなし。二番目アリスはおとなしく、歌を歌って不思議の国、いろんな音を溢れさせて狂った世界を生み出した。そんなアリスはバラの花、イカれた男に打ち殺されて、真っ赤な花を一輪咲かせ、みんなにめでられ枯れてゆく。三番目アリスは幼い子、綺麗な姿で不思議の国、いろんな人を惑わせておかしな国を作り上げた。そんなアリスは国の女王、いびつな夢に取りつかれて駆逐から体に怯えながら国の頂点に君臨する。森の小道をたどったり、バラの木の下でお茶会、お城からの招待状はハートのトランプ。四番目アリスは双子の子、好奇心から不思議の国、いろんな扉をくぐり抜けてつい先寄ってきたばかり、気の強い姉と賢い弟、一番アリスに近かったけど、二人の夢は覚めないまま不思議の国をさまよう。